岡野診療院の岡野です、えー。久しぶりの動画をアップします。まあ、今年は、えーと、今日はですね、2020年の12月の29日で、えーことえー、今年の営業、えー、最終日ですね。こちら、岡野診療院ですけれども、えー、2020年を振り返ってということで、ちょっとやってみたいなというふうに思います。えー、今年始まる頃ってですね、えー、去年がラグビーのワールドカップがありましたよね。日本代表が活躍して、 え盛り上がってですね来年2020年はオリンピックがあるんでまたさらに盛り上がっていくんだろうなという,うな感じで,ですね希望と期待を持って、えー、今年を迎えた覚えがあるんですけれども残念ながらですねまさかのコロナ禍ですよ、はい、今年1年はコロナに尽きるなという感じがしますよねうん。 自粛要請があったりとか、緊急事態宣言があったりとかで、えー、世の中はですね結構殺伐としてたなという感じがあるんですけれども、こちらの岡野、えー、診療院は、えー、そういうことにですね、えー、幸いにも自粛要請なかったので、緊急事態宣言があってもずっと営業してましたね。まあ高齢の方方とかそういう方々だ、えー、とい々ろいろ 感染リスクのある方っていうのはやっぱ足が少しね途絶えた部分はあるんですけれども、えー、幸いのことに一、えー、日も一、えー、日患者さんが一人も来なかったって日は、えー、なかったんでそれはありがたいことだなというふうに思いました、えー、まあ、ただですね緊急事態宣言とかあったんで営業時間がですね、えー 長くやってるんですけども、まあ時間はね、それなりにね、えー、できたんですよね。ですんで、その時間のある間に、こうやって動画を上げたりとかですね、あとは、えー、Amazon プライムですね、Amazon プライムには大変お世話になりましたね、特にアニメをたくさん見ました。えー、今、えー、すごい、えー、世間を席巻している鬼滅の刃とかですね、あとは、えー、約束のネバーランドとか、ドクターストーンとか、あとは、えー、弱虫ペダルとかですね、今は特にあの進撃の巨人にハマってますね。 今 NHK とかでファイナルシーズンやってますけども、あれも、えー、日曜日の深夜に、えー、やったら、その同時にもう、えー、Amazon プライムではですね、えー、ちゃんと動画がアップしてる状況なんで、えー、続きが気になるなって感じですね、ファイナルシーズン。えー、あとはですね、12月、12月11月かな、10月か、10月ぐらい入ってから、えー、私、品川区の新旧地下に入ってるんですけども、こちらが主催ですね、城南ブロックの研修会といって、 えー、大田区と、えー、目黒区と品川区ですか、この3つのブロックの、えー、統一した研修会というのを主催することになったんですね。で、それで、えー、本来ではあればオフラインで、えー、たくさん鍼灸師の人を集めて、えー、研修会をやるはずなんですけど、今回は、えー、こうコロナのおかげでですね、たくさんの人数、えー、集まることができないということで、オンラインでの研修会というのをやることになったんですね。でそれを、まあえー、私が えー、中心に取り仕切るという形になったんで、それを、えー、やらせていただきました。まあ、それでですね、ちょっと忙しくて、この動画はですね、上げられなかったんですね。で、まあ、えー、その研修会は、まあ、鍼灸師の方が見ていただいている方がもしかしたらいるかもしれないですけど、ここの岡野診療院で、えー、撮影をしたんですよね。私もね、モデルをやらせていただきました。えー、慶応大学病院から、えー、鳥海先生に、えー、来ていただいて、えー、講義と実技を。 やっっていただいたたただんでですすけれどもいや、素晴らしかったですね、うん。鳥海先生のお話はすごい、えー、面白くてでしかも手技も、えー、針の治療の技術っていうものも、まあ、すごい独特な、えー、ものがあって他の人にはないようなもあの技術っていうのはたくさんありましたよね。まあ私もあのしっかり、えー、体に植えつけてですねそれを真似るようにですね今は特訓中ですけれども。 そういう、えー、針治療の技術っていうのもですね、えー、この研修会で主催した上で、えー、身についたなっていう感じが、えー、ありますまあ、鳥海先生のお話で、えー、すごく面白かったなっていうのは、えー、よくですね針治療っていうのはエビデンスがあるのかとかですねなんで聞くのっていうふうに聞かれることはよくあるんですけども鳥海先生が言うには、えー、何て答えるかというと知らんとわからないと だけど聞くことは確かだだっていうんですよね。だから、えー、そういうふうに針治療に対してどういうのか分からないなって思うんだったらそういう針治療のエビデンスですね針っていうのはどういう効果があるのかっていう、えー、効果があるんだっていうエビデンス科学的根拠を、えー、確立させるために協力してくれと特に医療従事者の人はですね言うようにしてるということなんであこれは私もね是非真似したいなというふうに思いましたそうなんですよねこれだけ、 鍼、えー、治療をやれるところが、えー、日本各国も世界にですよ、ね、あるにもかかわらず、えー、エビデンス、科学的根拠が確立されていない状況が、えー、今、至っているということなので、聞くことは確かなんですよね、聞くことは確かなんだけれども、えー、そこまで至ってないということなんですね、で聞かなかったらみんなにこうやって、えー、求められてないわけですからね、こちらにも足しげく通っていただいている患者さんっていうのは、じゃあなんで来てるんだよ、聞くからに決まってるんですよね。うん 聞くことは確かそれに自信を持って、ハリ事情っていうものを、えー、みんなに、えー、伝えていければなというふうに私も、えー、鳥海先生のお話を聞いて思いました。で、えー、来年からなんですけども、来年はですね、えー、私はですね品川区鍼灸師科にもめ、えー、所属してるんですけども、一応東京都の鍼灸師科にも入ってみようというふうに思ったんですね。これも鳥鳥先生が、えー鳥えー、と 東京都の鍼灸師会の理事をやってらっしゃるんで東京都の鍼灸師会っていうのはあの圧倒的に数が少ないんですね500人ぐらいしかいないって落っしてましたかねでも、えー、東京都にはもっと何万人も鍼灸師がいるんでその人たちを、えー、きっと東京都の鍼灸師会に入ってもらってそれで大人数になれば政治的な声としてしっかり機能するようになるからそういう、えー、会に 東京都新規司会を、えー、していきたいというお話だったんで、まあ、私もそういうのにねあの、ぜひとも協力できたらなと、新式牛誌の一人の端くれとしてですね、やっていければなというふうに思いましたので、来年から、えー、東京都新規司会に所属して、私もできることは、えー、あればなというふうに、えー、思っております。あとはまあ、えー、こちらの個人的な岡野、えー、診療院に関して言うと、えー、来年から、えー、回数券を 販売するとということになっております14回通常のメニューは新旧生態というメニューですけどね他にもいろいろありますけどもそういうメニューの1回のです、ね、料金がちょっとね高めになってしまっているんですけども回数券を買うとその分買う分には安く通えるよっていう回数券を販売というのを来年から始めようと思いますあとはですね広告活動ですね 今までこの岡野診療院はですね患者さんの紹介のみに支えられてきた鍼灸院なんですよね。で、それだけだとですね、やっぱりまあ頭打ちになってくる部分があるんで、広告活動をして、より体のことで,です、ね、困っている方に私の技術っていうのを広げていければなというふうに思いましたので、まずは広告活動ですね。Google、広告を 少ししずつ出しながらですねどういうふうにすれば困っている人たちを助けられるかなということを考えながら来年を過ごしていければなというふうに思いますというわけでですね今回は2020年の振り返ってということと来年に向けてのお話をさせていただきました皆さんはどうお過ごしですかね、はい、来年は今年よりも絶対いい年にしようと いうふうに思う今日このごでございますご視聴いただきありがとうございますいよいよどうしよう